81年前に三重県の天然記念物に指定され、地元のシンボルとして親しまれている長徳寺の龍王桜は、真っ白な花とともに若葉が出てくるのが特徴です。昨日から咲き始め、訪れた人は境内にあるソメイヨシノとの共演を眺めながら花見を楽しんでいました。倉島住職によりますと、1週間ほどで満開になりそうだということで、龍王桜は珍しい品種の桜なので、寺にお参りに来た際にぜひ花を見てほしいと話していました。